アントワーヌ・ローランド・ジュシューアントワーヌ・ローランド・ジュシューは、フランスの植物学者。特に喧嘩植物の分類に関する著書、植物の属の中で、今でも使われている、とかの多くを定義したことで知られる。ジュースと略される。ジュシューは、リヨン生まれで、おじであるベルナールド・ジュシュー、またアントワーヌ・ジョゼフも植物学者であった。1763年に、 金宝外科に関する論文を提出して、科学アカデミーに認められた。パリで医学を学び、1770年に卒業して、パリ植物園に迎えられた。1774年に、ベルナールドシュの考えを発展させ、形態による新しい分類体系を公表したが、完成にはさらに15年を要した。彼以前のリンネによる分類は、 有髄とシベの数によって植物を分類していたので不自然な部分が多かったが、樹種の分類体系はより自然なもので、その後の喧嘩植物の分類すべての基礎となるものである。著書の植物の属についてキュビエは実験科学におけるラボアジェの業績に匹敵する画期的業績であると称賛しているが、 ジュシュー自身もキュビエやオーギュスタン・ピラミュード・カンドールの仕事から大いに影響を受けている。1794年に前年設立された国立自然史博物館の館長に任命された。1804年に医科大学の植物学教授になり、1826年まで務めた。晩年はほとんど失明したが、息子のアドリアン・アンリも植物学者となり、 彼の後を継いで、博物館長を務めた。ジュースは、植物の学名で命名者を示す場合に、アントワーヌ・ローランド・ジュ州を示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズには、アントワーヌ・ローランド・ジュ州に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。